おはようございます。おはようございます。はい、今日はですね、兵庫県にある北六甲カントリークラブに来ています。はい、そして今日一緒にラウンドするのが西畑桃香プロです。萌香です。緊張してるね。緊張してるね。やっぱり。使います。はい、西畑桃香プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ですね、7月11日、12日、13日に開催される、ECC レディース、今年も、リンゴルフ応援企画いたします。プロも、参加されるということで、今日一緒にラウンドしていただきます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あとですね、今日はもう一人ゲストとしてここ兵庫県を中心に活躍されているゴルフ YouTuber ゴルピアのヒロさんが来てくださっております。よろしくお願いします。すごい近いカメラアングルが近いですね。今日はですね、キャディとして、ヒロさんに、あ、どうも、はい、キャディのヒロです。よろしくお願いします。ちょっとじゃあ補足すると、カメラマンの宮下です。よろしくお願いします。このヒロさんが、プロのキャディを何回かやったことがあるってことを僕は聞いていてお誘いしました。かつ、たまたまなんですけど、この西畑プロの昨年のファイナル QT のキャディもやっていた、はい、事実がある、はい、だから初めましてじゃないんですよね。そうなんですよ、うん、ロングタイムノースイーなんですよ。はい、その辺の話も聞きながら、プロとキャディってどういう感じでやってるのってことを伝えられればなと思っております。プロのプレーを見ながら、同じ T でアマチュアとプロの違いもまた見れると思うので、楽しみにしててください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあお願いします。はい、右ですか。右より多分ね、左の方がバンカー入らないやったら左でもいいけど、うん、ワンチャンツーを狙いたいです。ワンチャンヘイさん、私は私はね、とりあえずボールに当てることだけ専念して。ありました。うん、バンとね。そう。じゃボールに当てます。お願いします。ありました。おお、ナイスでーす。ありがとうございます。なんて楽しいんだろう。微妙ですよね。朝一とかって結構緊張とかするんですか。私は全くしないです。小さい時から結構やってるんですけど、やっぱメンタル強いですね。でもそんな緊張とかはしないんですけど、うんうん、逆にちょっと気合入りすぎて空回りみたいなのはよくあります。結構フンフンしちゃうタイプですか。そうですね。だから後半バックナインとかなってくると、やっぱスコア伸ばしたいんで、ちょっと気合い入れ直したらめっちゃ曲がったりする。あ、じゃあ力がどんどん入っていったりとか、どんどんこう攻めていったりとかしちゃうってことですか。かっこいいですよね。でもね、なかなか、でも攻めないとスコア上がっていかないですもんね。そうですね、やっぱり。あ、今日後半からどんどん攻めていくプレーがきっと見られるので楽しみですね。あの、まっすぐ、キー、まっすぐ正面のキー狙いで、はい、そうですね。ちょっとね、私ね、今両手違うグローブつけてるなと思って、それが気になっちゃいました。両手グローブ結構いっぱい持ってるんですけど、違うグローブつけちゃうんですよ。右と左。構えたらちょっと恥ずかしくなっちゃう。失敗しました。はい、普通に。あ、また、座ったら教えます。私、今日マネージャーも兼用しますので、質問は私にしてもらったら。はい、わかりました。何やねん。ちょっと急ぎますね。はい、いい。7番もありますよ。今こ、あとどれぐらいありますか。あと200かな。7番で済むから、早くね。ちょっと危ないね。うん、ナイスキャディー、ナイスキャディー。じゃあね、
っと合うてて、あれとこそのまま持っていきがちじゃないですか、もうミスしたらめんどくさいから行っちゃえみたいな、そうですね、あれよくないですよ、わかりました、あの T シャツセカンド普通にポンポンってでっかいの打ったじゃないですか、はい、近づいてもいいんですか、その例えばちょっと、あ、まあ、ピンが左やったら止まるクラブで打ちたいんで近い方がいい、いや70とかフルショットで52とかでしっかり止めれるクラブで打ちたいだそうです、はい、あの景色見せてもらったら分かるんですけど、うん、やっぱこうバンカー越えじゃないですか、多分左になるので50ヤード40ヤードちょっと止まりにくいんで、ね、球が、うん、右だったらその越えるものがないから、はい、ね、キュッキュッとサンドでアプローチでも OK と、はい、そういう感じでマネジメントしてるみたいです、はい、ありがとうございます、持ってます？純ちゃん。あります。ああ、じゃあよかったです。もめっちゃうまい。やば。声出ちゃった。めっちゃピン。めっちゃピン。やった。嬉しいな。試合は、はい、ピン刺してます、ね。ああ、私は風吹いてなかったら刺してますけど、この距離やったら抜きます。うん。試合中に限る。はい、試合中に限るって言えばおかしい、そうですね、練習ラウンドの時は抜かないです、そのまま、うん、いやもうまっすぐじゃない、そのピッチマークの右通ったら入る、あ、ボタン消しちゃう、ちょっと来てる、はい、あ、ありがとうございます、うまい、ナイスです、あの、池までめっちゃありますね、あれ、300、あ、じゃあドライバーで行きます、1回280ぐらい、うん、プロで言うんだから、アマチュアさんよけよ。じゃあ持ち玉とかないの？私が持ち玉。難しいな。お、ナイスです。よいしょ。まさこ行くとね、すぐ出ないですよ。すいません、ちょっとあのこっちだけのキャディしちゃった。大丈夫大丈夫。すいません。右にグリーンあって右に山あるやん。それな。それこ。でもそれはもう初見で判断して、はい、厳しめのキャディさん、はい、今日の持ち玉、今日の持ち玉スライス、スライス、うん、スライス青木、ミススライス、そうそうそう、最近止まんないんです、止まんない、うん、スライスが止まんない、すごいっちゃ、今日はあのあれなんですよ、ウェア、そう、マスターズの最終日のタイガーウッズ意識して黒にしてみたんですけど、どうやらパトリック・リードになっちゃいましたピンクだからタイガーではない、タイガーではないパトリック・リード一回あの刻もう、はい、いや、刻みましょう、はい、大丈夫だ、一番短いやつがいいかな、そうね、は、60、70ぐらい、60、70ぐらいを打つ、それでいい、もうその素振りでも最高、これでいいですか、そうそう、最高、この素振りでいいみたいなんで、このまま打ちます、もうあの見えてるあのグリーン狙ってね、はい、狙います、よいしょ、来ました、乗らないかな、来ました、来ました、ナイソンです、あ、乗りました、おー、ナイソンです、90、微妙な距離らしい、90、
今52ですか。いや、ピッチングで打ったんですよ。微妙な距離なんですよね。52でできれば打ちたいんですよ。ピッチングのハーフショットだと捕まりやすいし、結構止まりにくいんで。ECC ってこういう打ち上げのホールが多いんですけど、こういうのってなんか別に気にしないですか。なんかね、やっぱり大阪出身なんで、うん、やっぱアップダウンが結構きついコースが多いんですよ、関西って、はい、あんま好きじゃないです。あんま好きじゃない、やっぱりどっちか言ったら関東の林間の方がちょっといいですね、うん、バンカー右ですか。なんか右ですね。バンカー右行った、バンカーどれぐらいありますか。バンカー200ぐらい。バンカーに行って。おー、ナイスです。すいません、僕もちょっと川沢より200って言ったんで、入っちゃって入らなかったから200飛んでないみたいになっちゃうけど。なんか入っちゃいそうなかなと思った。ねえねえ、大丈夫ですか。やっぱり打ち上げてるからじゃないですか。あ、キャリーが持ってると思っちゃう。なるほど。練習ラウンドになるんですか今日は。そうですね、はい、コース、あ、コースざっと見ていく感じ。はい、はい、そうですね。やっぱ覚えていかないとダメなんで、グリーンの傾斜とかもやっぱり紙に書いてますけど、うん、やっぱ試合ってなると紙とか見る前にもう、うん、あ、ホールはこういうグリーンの形状でっていうのをちょっと理解しちゃうと、うんうんうん、ティーショットから打てないんで、ね、だから、はい、昔は結構ノートにグリーンの傾斜全部書いて前に覚えたりとかはしてました。グリーン周りのラフの深さとかも全部ミートから外した時に、あ、ここのラフが深かったってなってからやったら遅いから、ラフの深さまで見るで158です。なんだ、この現状見ないままクラブ決めるけどいいんですか。それはそう思って僕はいっぱい持ってきてるんですけど。そういうとこあります。そう、二度手間じゃん。50ヤードでもいい、残り、うん、じゃあやりましょう。78、うん、よいしょ。ナイス手前。いい感じです。ラフ重い感じしますね。しかも濡れてるからかな、なんか滑んない。うん。大丈夫ですね。いいのを取れましたね。なかなかないですよ、ミスショット。プロの。めっちゃミスショットですね、あれは。トップ。でもそのためにティーショット右に置いたんですよ。花道伝えるでしょ。なるほど。そう。あ、そう。こういう設計になってます。あ、どうぞです。多分ドライバーもちょっとミスショットやった。あ、右行っちゃったなと思って。わざと右じゃなかったっすね。試合の時は多分わざと右に打ってくると思うんですけど、バンカー越えないでも、まあ、左はダメなんで、ね、刻んだらすごい距離残って砲台でバンカー越えだから女子にはしんどいっすね。確かに。お、うまい。下げ。ありがとうございます。もう一回切れろ。もう一回切れろ。うん、ナイスパー。ありがとうございます。ま、ああ。どうですか、半年ぶりのキャディが。半年ぶり、あ、言いませんでした、プロのね。はい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 。いや、なんか久々に会ってちょっとデカなってるなと思って。
パワーアップ。はい。はい。6キロ太ります。6キロっすよ。それもトレーニングで増やしたって感じですか。いやー、まあ、いろいろ。いろいろ。まあ、お察しください。食べたり。食べたりして。はい、でも、マレーシアとかも行ったでしょ。マレーシアも行きます。アメリカ、マレーシア、アメリカ。挟んだね。で、ここでミニツアーとか出て、一人で。でもちょっと英語があんまりわかんないんで、ちょっと大変でした。アメリカの英語がわかんないってことですか。いや、英会話英語がわかんない。すげえ、強い。それで行くっていうのすごいですよね。一人で行って、はい。だから受付の仕方とか、こうエントリーとか、全然わかんなくて。強いね。めちゃくちゃ楽しかった。すごいな。楽しかった。楽しい。やっぱアメリカに住むことを決意して、うん、だから大丈夫ですかこれ使っても。はい、ぜひ使ってください、うん、ぜひ使ってください。アメリカに行きます。アメリカ向こう行ったらこう教えてくれる人がいるとか。いや全然じゃなくて、もうあの感じが好きで、もうここやと思って貯金中です。聞きました今の。なかなか貯金してますとか言わないですよ。まあ女子プロがとか言わないですけど、うん、大体なんかスポンサーさんの私がね、私がね行きますみたいな感じじゃないですか、風潮的に。確かに女子プロどうせいっぱいスポンサーいるんだろうみたいな、うんうんうん、頑張って試合で貯めて行きます。だから ECC レディース優勝してそれでアメリカ行くんですよ。そうですね、足りません。そうですね、ECC レディース優勝してあの英会話習うやつもらいたいです、うん、はい、うまいことよ。何何このやらせ感、やらせ感。吹き込みました今。皆さんご視聴いただきありがとうございました、ECC レディースゴルフトーナメント、7月11、12、13の3日間にて開催されます。当日券は会場にて販売されてますので足を運んできてください。はい、放送についてはこちらに記載してありますのでチェックお願いします。今回出演してくださった西里プロの応援をよろしくお願いします。お願いします。